構わないでくれ。どうしたんだ。何でもないさ。言ってくれ旦那。ゴッタード、助けてくれるかもしれんぞ。リトルレッドの奴らがベルトラメへの報復として村を襲いに来るんだ。守ってくれれば金を払うよ。リトルレッドと狼と交わり、素手で人を引き裂くって噂の女だ。人の皮をかぶったメスの獣さ。絶世の美女だという者もいるが、脱走兵やゴロツキを率いてる殺しや略奪を何とも思わん連中だ。そいつらがなぜお前たちに報復を。奴らのことをウィッチハンターに密告したからだ。ウィッチハンターは盗賊も取り締まるのか。リトルレッドの連中が村を脅かしてた。俺たちはどうにもできず、ベルトラムがウィッチハンターにすがったんだ。ウィッチハンターは奴らを捕らえに行き、しばらくは平穏だったが、リトルレッドに知られてしまった。このままじゃベルトラムはおしまいだ。盗賊は任せろ。家に帰り扉を塞いでおけ。気をつけろよウィッチャー、あいつらはかなり危険だぞ。構うな。ああこら。村人に雇われたの？怪物、もしくは怪物に変身する人間から彼らを守るためにな。私がそうだと思ってるの？どうなんだ。確かめてみる？ベルトラムを渡してくれれば他の誰も傷つかないんだけど。彼は復讐されるようなことをしたのか？その部分を話さなかったわけ。教えてあげるわ。半年前にやってきて、金を持ってる村人を教えると言ったの。分け前と引き換えにね。すぐにあいつはもっと分け前をよこすよう言い始めたけど、私は断った。だからあいつはウィッチハンターを仕向けたの。仲間の半分を失ったわ。そこをどきなさいウィッチャー。あなたには関係ない。私の狙いはベルトラムだけ。約束するわ。君の言い分はどうでもいい。仲間を連れて帰れ。さもないと血を見るぞ。いずれにせよ血を見るわ。あなたのせいでもっと多くにね。見事に懲らしめてくれたな。女が人狼だと言わなかったな。ああ、その、こっちも確信がなかったんだ。だが、それがウィッチャーの役目だろ。怪物退治か。おかげで助かったよ。これが報酬だ。
ありがとう。ウィンチャーだ。ありがとう。剣じゃなくて矢を背負わなきゃダメだろう。この矢みたいに真っ白だな。